西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。1分でわかる生薬解説、本日は社前市になります。大箱科の多年草大箱の種子を用います。道端によく生えているため社前という名があり、葉が大きいことから大箱と言います。子供の頃茎の部分を絡ませて友達と引っ張り合って草相撲をした方も多いのではないでしょうか。漢方の働きとしては浮腫や膀胱炎などに用いる利尿作用、目の疾患や種子の炎症症状に用いる清熱作用、痰の多い外傷に用いる歯石作用などがあります。代表的な処方に腎炎や老人性の浮腫に用いる五社腎気丸、膀胱炎や淋病などに用いる龍胆射管湯などがあります。ぜひ覚えてみてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。ぜひご気軽にご相談ください。それではまた。